よりきとは、江戸幕府における代表的な職名。なお、よりきは、宿りききとも書くが、これら、よりき、宿りききは時代によって意味が異なる。備えな,などを編成するため、江戸時代以前には、足軽大将などの中級武士が、大江の武士の指揮下に入ることを意味する国としても、用いられていた。鎌倉時代には、よりき、 宿利きは単に家星する人のことを指したが、その後次第に大名、または有力武将に従う、下級武士のことを指すことが多くなった。戦国時代には、寄子に対する在地土豪の意味で用いられることが多く、彼らは下級武士ではなく、在地の領主である。数千漢分の土地を持つ例も珍しくなかった。戦国大名たちは、在地土豪である宿利利、寄子を、 より親の家臣団に組み込ませると、より親の力が大きくなりすぎるため、謀反の防止に不信した。そこでより親を統率する、戦国大名は、よりこたる在地土豪たちを売身とはせずに直接的に、侵入させる一方で、重臣や有力武将に付属させ、在地土豪の軍事力を効率的に利用したのである。特に後方上氏、今川氏、上杉氏、 武田氏などにしばしば見られる。家老としてつけたものは、不家老、御不家老と呼ばれた。また、より大きな大名に家政として付属させられた武将を、よりき大名というものもあった。その代表例としては、織田政権において、織田信忠に、河尻秀高や森長吉ら、柴田勝家に、前田敏家や笹成政ら、明智光秀に、 細川藤高や筒井淳慶らがそれぞれ属して方面軍団を結成していたことなどが挙げられる。これらにおける、寄木大名は、統一軍事行動を取る際に、軍団長大名の指図を受けるのみであり、主君の着難で生前に、家督相続した織田信忠を例外として、身分としては、あくまで対等な織田大名同士である。明智と細川、筒井らは、遠石でもあり、 友人でもあった。江戸におけるり木は、同心と共に配属され、上官の補佐に当たった。り木は、機場が許されたため、馬も合わせて単位は、木だった。有名なものは町奉行配下の町方り木で、町奉行を補佐し、江戸市中の行政、司法、警察の任に当たった。南町、北町奉行所に、それぞれ25基のり木が配置されていた。り木には、 町奉行個人から放録を受ける家臣である内寄り機、内与力と将軍から放録を受け奉行所に所属する管理である、通常の与力の2種類があった。内与力は売身であるため他の与力より本来は、格下で、六高もおおむね低かったが、奉行の側近としてその実験はむしろ大きい場合も、あった。与力は、配下の同心を指揮、監督する管理職であるとともに、 警察権で言うならば、今日の警察署長級の側面、司法権で言うならば、民事と刑事の双方の裁判も宣議担当したので、今日の裁判官や検察官的側面もあった。よりきは、役宅として、八丁堀に三百坪程度の組屋敷が与えられた。また、揉め事が起こった時に便利を図ってくれるように、初代名家や町屋などからの付け届けが多く、 裕福な家も多かった。特権として、毎朝湯屋の女風呂に入ることができた。これは、八丁堀井の湯屋は特に混雑していたことに加え、当時の女性には朝風呂の習慣がなかったため女湯は空いており、男湯で交わされる噂話や密談を登場するのにも適していたためである。それでも女湯に刀掛けがあることは、八丁堀井のなな不思議に数えられていた。 頼りは組屋敷に回ってくる上ゆいに、頼り独特の曲げを言わせてから出資した。生きなみなりで人気があり、頼り力士、引けしの頭は、江戸の三男と呼ばれてもてはやされた。長頼り組頭クラスは二百数十国を給付されて、下級旗本の待遇をしのいだ。ただし罪人を扱うことから、不条役人とみなされ、将軍に越見することや、 江戸城に途上することは許されなかった。従って身分上は御家人であり、御家人の中では上位の俸禄であった。騎兵扱いであるため袴を着用するが、不評扱いの同心の特権である将軍のおなり先でもき流しが許される、おなり先御免はなかった。大阪では、東町、西町奉行所に各30基の寄り機が配置されていた。江戸のように自社奉行。 日付盗賊改め方の役がなく、長部行書が一手に引き受けていた。盗賊方の寄り木が6人、低町周りの寄り木が4人いた。4寄り木、童心の役宅は、東長部行書の北方、淀川の天馬橋を渡って1キロほどのところにあり、彼らは天馬寄り木、天馬同心と呼ばれた。ありがとうございます。